MG 小太郎とエールマサの笑う角にはグリーンズ。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ははいはい光源氏事件。お光源氏事件。え、それは光源氏事件。どっちの光源氏ですか。あのアイドルの方の光源氏。え、他にあるんですか。あの あれ光源氏って歴史の。あ、歴史の。あのもちろんアイドルの光源氏です。あ、もちろん、待って、もちろんは分からなかったけど、まあそっちはもちろんのあれは分からなかったけど、なぜもちろんなのか、ジャニーズ関係者なのかと思ったけど、まあ、アイドルの方の。翡翠といえば光源氏、ね。あ、そうなんでしたっけ。あの、はい、人気二分してた時期があった。本当にありました。イメージの中。イメージはね、なんか、頭の中ではね中。それは結構そういう人いるかもしれない。妄想は自由ですから。頭の中は自由です。頭の中は自由。自由、誰も止めない、それは。あの、光源氏事件があって、はいはいはい、アイドルのね、光源氏。俺もちょっとやっぱり、すごい、はい、あの、俺の世代の時に、うん、あの、すごい人気出たグループだから、ね、偵察に行ったの、ね。あの、偵察に行ったんですか。まあ、立ち位置がちょっと今、あやふやになってきますけど、まあ、いいや、偵察に行ったんですね。偵察に行ったの、ほんとに。なるほど。どういうやつらかと。あの、なんでこんなに人気があるんだろうって。なるほどね。それをリサーチし、どうして俺より人気があるんだろう。あ、俺より人気があるんだ。それは、あの、そう思ってたんですよ、当時。なるほど。そうそうそう、当時から俺、大学生だったんだけど、はいはい、あの、光源氏のコンサートのアルバイトに行った、はい。ああ、なるほど。あの、ライブスタッフ。コンサートの、あの、警備員。あります、いりますね、うん。あの、お客さんが危ない目に遭わないようにとか、飛び出さないようにとか。ライブ会場の警備員って、うん、なるほど。その、すごくいい仕事で、うん、あの、うん、ライブ聞けるのね。確かに。で、ただ見ちゃいけない、うん、後ろにいるってことですよね。そうそう、あ、うん、後ろにいるんじゃなくて、はい、あのステージを見ちゃダメで、お客さんの方を見てないといけない。そうか、だから、うん、お客さんがなんか、ね、なるほどなる、ずっと見てる方はお客さんの方ってことです、ね、そうそう、急にみかんとか投げる人、うん、みかんなんてなんとかそうだけどね突起物じゃなければなんか、ね、良さそうだけど、そういうの取り押さえないといけないから、まあ、なるほどね、まあ投げちゃいけないから、ライブステージは見れないけど、はい、そのお客さんを見てなきゃいけないっていう仕事を、ね、して、うん、で光源氏さんの、はいはい、僕はライブにその横浜アリーナに、はい、確か、まあ、大学の時の記憶なんでちょっとね、まあ、でも大きいステージですね。うんうん、あの多分横浜アリーナだった気がするんだけど、はいはいはい、あのライブ警備員で参加したのね、はいはい、でその、うん、で終わった後に、はい、その警備でするんだけど、はいはい、もうみんなバーって帰るから、はいはい、でバーって帰ってる時に、うん、その15、6歳ぐらいの、あの東北弁丸出しの、なるほど、あの女の子がすごい泣いて、はい、友達がいなくなっちゃったんですけど、2人でね東北から来てたんだって、はい、それは結構じゃあ青森か分かんないけど、はい、でも東北のすごい、なんか見るから聞くからに黙ってました。うん、あ、じゃあ北東北の可能性がありますね。うん、うん、それその友達がいなくなっちゃったんだけどっていうのは、それ東北弁でどういうふうに、津軽弁だと「契約いなくなってまったじゃ」っていう感じですね。え、契約、契約友達って言うんですよ。あ、契約、まあ、その子が契約って言ったかは分からないですけど、あの確実に言ってない。そう言われたら分かんないですよね。友達いなくなってまったじゃみたいな感じですかね。ああ、その、そう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 、うん、そうそう、で、うん、なんかすごい、うん、そのまだ何歳、15、6歳ぐらいの青春、またなんか子が泣いて、はい、いや都会でね、友達、東北の、うん、友達が東北から出てきて、うん、友達とはぐれちゃったから、はいはい、で泣いて、はい、あの来たのね、警備の俺のところに。ヒーローじゃないですか。で、はい、もう、はい、スイッチが入っちゃって、そのね東北の子が泣いてる、はい、なるほど、もう絶対に俺が探すと、お、かっこいい、うん、お、ヒーロースイッチが、はい、いよいよ、はい、ステージでは出番なかったから、ないでしょうね、あると思ってたんですか、待って、でようやく出番が来た。まあ確かに結構この方が大事だと思います。ステージの出番は多分求められてないけど、警備員としての出番はいよいよ。あの光ってる警備員は誰だ、光ってる警備員って言ってないと思います。言われなかったんです、言われなかったでしょう、ね、言ってなかった。警備員光ってないですから、うん、基本的に。あのさっきからオーラ出しすぎてるやつは誰だって出たことあんまないじゃないですか。言われなかったんですね。言われなかった、残念ながら。その、はい、今こそ俺の出番だと思って、なるほど、絶対俺が探すと思って、かっこいいですね、ちょっと待っててくださいって、絶対探してきますって言って、かっこいいですね、もう絶対、もうバーッと、とにかくあの、はいはい、帰り、うんうん、あの流れが早いから、そうですね、みんな帰るから、はい、何万人が一堂に帰るから、そうですね、ここで待っててくださいって言って、はいはい、俺もうめっちゃ走って、絶対俺が探すって言って、かっこいいですね、絶対探すって言ってすごい走ってたの、はいはいはい、で走ってた時に、はい、ふと気づいたのね、はいはい、そういえば俺、はい、
相手の名前とか何も聞いてなかったかだと思いました。なんか怪しいなと思って、もうその気持ちがね、男気のスイッチが入っちゃったから、絶対俺が探すって言ったら走り出して走って探してたんだけど、特徴は聞いてない、名前も聞いてない、女の子しか分からない、東北っぽい、しかもそれもあやふや、ほぼノーヒントで、そうそうそう、ノーヒントで何万人の中から東北の子を探したせと、みんなそのほとんどそのそれぐらいの女子だから、ああそっか、なるほど、50代の男性とか来てないから、そうですね、確かになかなかいないでしょうね、社長クラスじゃないとね、そっかの、みんなやっぱりもう女子だから、若い女子だから、キャーキャーいう舞台ですから、ね、分かりにくいんだよ、ね、確かに、みんなそう、みんな50代の男子の中に若い女性探すのはできるじゃない、まあそうですね、それはすぐ見つかりますよ。うん、しかもそんな明るい場所じゃないですしね、そこまで、ああ会場の中っていうのは天気もね、これ聞き忘れたと思った時に、うん、なるほど、どうしたんですか、それ聞き忘れたと思った時に、はい、もうそのだいぶ走っちゃってもう夢中にもうスイッチ入っちゃってますからね、男気スイッチ入ってるから、スイッチ入ってるから元に戻り、遠いところに走っちゃってるから戻りづらいですしね、見つかってないのに名前はとか、あんだけ勢いで言ってところで名前はって結構経ってからね、それはちょっとかっこ悪い、だいぶ戻るのに時間かかるし、戻ってさ、はい、すいませんところで名前聞きますか、相手の方はとかね聞けないですよね、それねでも、はい、絶対に分かるはずだと思って、はい、でもそう思ったんですね、もう研ぎ澄まして、もう絶対に分かるって、はいはい、その、うん、思って、うん、そのパッと目に入った人に、はい、この人だと思って声かけたら一発目だったの、音研ぎスイッチ入ってましたねかっこいいですねそれ、うん、それ何万人の中からそれで一人、何万人の中からだって、やばいっすね、でその時に、はい、その、うん、たまに、はい、聞いてる人も、はい、あのリスナーの人たちも、はい、体験あると思うんだけど、はい、本当に大ピンチとかなると、はい、なんかその冷静な自分が出てきたりするんだよね、なるほど、意外と落ち着いてる、そう、絶対自分が見つけられるっていう、なるほど、確信を持ってる、うんうん、揺るぎない感じの、そうそうそう、大丈夫っていう、すごいですね、でその時に、うん、はいはい、俺やるんじゃねと思ったの、ね、やるんじゃねちょっと疑問なんだ、大学生だったから、なるほど、ちょっとなんか横浜なのか分かんないけどやるんじゃねって感じで俺意外にやるんじゃねやるんじゃねと思ったなんか方言なのかよく分かんないアクセントですけどちょっと自信がついたんですかね、そのいけるなと思った、うん、なんか、はい、その追い込まれた時になるほど自分はすごい力を発揮できるっていうのを、うん、なんかこの時からあなるほどこの時にちょっと感じちゃったんだよね、でもそれぐらいやっぱりすごい出来事ですよね、うん、これは、うん、何万人という中からね、うん、見つけ出すなんてちょっと、その見つかられた方、見つかって声かけた女性はどうしてたんですか、うん、ちなみに、あもうそれはね、はい、実は言うとね、はい、あまりにも昔すぎて覚えてない、あ、当たって助かったっていうことだけしか覚えてない、それぐらいもうそこに集中してたから、うん、でもじゃあ再会できたんですね、それはじゃあそうそうそう、よかったですね、その人たち聞いてたら嬉しいですけどね、なんかそういえばあの時みたいなね、このグリーンズチャンネルを聞いてってほしいね、いやそれしたらねちょっとすごくイベント来てほしいですけど ね、 そうだね、僕ら会いに行きたいぐらいですよね、 それそうだね、はい、そんなことはあるかもしれないですよ、これぐらいのやっぱりだいぶお年取りましたねって感じそれは言わない方がいいんじゃないでも筒井さんより年下ですよね、15、6歳ってことは当時大学生の時だからでも覚えてないでしょ絶対、顔の雰囲気とか覚えてますか、いや全く覚えてない、全く覚えてないですよね、でもそれはね、もしそういう人がいたら嬉しいですけどね、まあ、そうだね、はい、いやヒーローですね、それは、いやでもね、はい、なんかそのまさもない、なんか追い込まれた時に、はい、ギリギリになってくると、はい、出てくる自分ってない、なんかいやなんとありますかねなんかまあそれぐらいギリギリになると結構出てくるよね、なんか出てきてる別人が、いやそれはあるとは思うんですけど、うん、なんか出来事として登場してくるよね、それはなんかあった記憶はあるんですけど、勘が研ぎ澄まされるとこはありますけどね、その、うん、ライブに行くときに絶対こっちの方が早いと思ったらすごいいい席、うん、自由席でいいとこ取れたとか、うん、なんかそれがちっちゃいやつだったらありますけど、なんか、うん、でもそれだけ大きな何万人の中からっていうのはすごいですね、そうだね、はい、まあ、今日はね、はい、あんまりオチがないんで、オチがない、ね、僕もなんかないなって言っちゃったしでもすごい話です、それは、うん、男気スイッチがそう、なんかピンチの時に、はい、そのピンチの時に、はい、なんかね、うん、妙にね冷静な自分をね見つけてほしいですよ、なるほど、なるほど、うん、それはみんなで出てくる、なんかそういうエピソードがあるんだったらぜひ紹介してほしいですね、出てくる、うん、あると思う、ありますよね結構、うん、ぜひぜひそのスイッチを、はい、はい、というわけで、はい、
今日はね、はい、あの落ちなかった、はい、MG 小太郎とエールマサド笑う角にはグリーンズ、また明日も聞いてね。ありがとうございました。MG 小太郎とエールマサのグリーンズ PR。 なんかラジオっぽかったぜこれはどういうことでしょう。 R の下結構あの来ましたか、うん、頑張って頑張りました、うん、普段使わないですからね、うん、そんな今日は PR コーナーです。これ PR コーナーね、はい、もう4月7日日曜日、なんと、はい、僕らのセカンドトークライブ、はい、東京で開催します。会いに来てほしいですね。表参道で全国から来てほしい。ぜひ来てほしい、ね、だってこれ韓国の人まで聞いてくれてたじゃないですか。いや本当そうですよ。もう韓国の人も来てほしい、来てほしい。もし日本に住んでるかもしれないから、そうしたらぜひ来てほしい。もう韓国の人来てくれたら、はい、一番遠くから来てくれた人には、はい、なんかあれあげちゃう。あれあげちゃう。何あげちゃう。それは当日も楽しみですか。あれあげちゃう。あれあげちゃうですね。あれあげちゃう。グリーンズの時の、うん、あれですか。あれあげちゃう。当日。もうまさもあれあげるでしょ。僕もあれあげます。ひじさんもねあれあげますよね。うん、うん、あれあげる。あれあですよね、うん、あれ、うん、まあもう悲願へのパスポートあげちゃう。斬新な斬新だったり、なんか斬新に行きましたね。キャッチフレーズでしたね。適当に言ってたけど、ね、あんまりもらいたくないかもしれないけどでも、ぜひね、いろんなところからね、来てほしいですね。ぜひ会いに来てほしいですね。会いに来てほしい。やっぱり生で会うことで伝えたい、ね。だってうちらさ、うん、声だけよりも実際会うとさ、100倍素敵だもんね。はい、いや、そう会ってほしい。そう思ってほしい。オリコン調べによる。オリコン調べ。調べてくれてるのかな、オリコン。わかんないけど。そう感じてくれたら嬉しいです。そうだね。はい。ぜひね、やっぱり、でも、会うことで伝わることもあると思うし、伝えられることもあると思うので。そうだね。はい。ぜひ、4月7日日曜日、はい。東京で、グリーンズトークライブ。その日は、マナヨイベーシックコースというのもやってますので、はい、両方来ていただいてももちろん嬉しいですし、トークライブだけ、ベーシックコースだけでももちろん OK ですので、はい、ぜひ検索は、グリーンズトークライブで探すと、2019年4月の中でイベントのページが出てくると思いますので、はい、よろしくお願いします。コメント欄にもね書いてきます、この YouTube のお願いします、はい、コメントで書いてきますので、はい、ではまた明日も聞いてね。ありがとうございます。待ってます。